はい、皆さんご機嫌いかがですか。今日の三分でわかる聖書、こういうご質問です。目白く十二章二節に、その木の葉は諸国の民を癒したと書いてありますが、天国へ行っても病気というものは存在するのでしょうか。はい、お答えします。確かに癒したという言葉を見ていると、天国にも病気があるのかと不安になりますね。このテーマに関していつものように、 3つ申し上げますね1番目にこの箇所の文脈を確認してみましょう、まあ、常に文脈というのが大事なんですねでこの箇所は聖なる都エルサレムに関して合計11の特徴が記されているんですそして8番目の特徴が川なんですこれは水晶のように光る命の水の川と言われていますこの川は神と 羊との御座から出て都の大通りを流れていますそして続いて9番目の特徴が命の「木なんですこの命の川」の両岸には「命の木」が植わっていますでこの木はエデンの園に植わっていたものなんですがそれが戻ってきたということですね創世紀2章の9節参考にしてくださいでこの木は豊かな実を実らせます なんと毎月が収穫期で12種類の異なった実がなるんですね。毎月ってありますけどあのこの段階になると太陽と月がなくなりますので今の私たちが認識している月という概念とは異なった方法で暦が定められると思われます。これがこの箇所の文脈ですね。2番目に「癒し」という言葉の意味を確認してみましょう。 今申し上げた命の木の葉には特別な力があります。その力は癒しという言葉を使って描写されています。で癒しはギリシャ語でセラペイアンと言います。セラペイアンですね。この言葉から実は英語の e ラピューティックという言葉が派生したんですね。e ラピューティックというと癒しの効果がある、癒しの力があるという意味ですね。でギリシャ語の このセラペイアンという言葉ですが、これ治療するというよりは病気にかからないような予防的な力がある、あるいは健康を与える力があるというような意味なんですね。ですから、命の木の葉には私たちに健康を与える力がある、つまり病気にならないような力を与える特徴があるということになりますね。さあ、3番目に天のエルサレムに関する他の聖書箇所。 調べてみましょう。他でどのように言われているかですが、黙示録22章の3節を見ますと、もはや呪われるものは何もないとあります。天のエルサレムは永遠の秩序と呼ばれる世界です。そこには命の木が植わっていますので、死も病も存在しません。したがって命の木の葉が病気の治療に用いられるということもありません。呪われるものは 何もないんですね。私たちは今そこに向かおうとしています。なんと素晴らしい世界ではありませんか。でも、地上障害を送っている今の私たちにとっては、主イエスが癒し主となってくださいます。霊的、肉体的に苦しむとき、主イエスにより頼もうではありませんか。今ぜひ祈りの中でイエス様と呼びかけてください。ではまた次の Q&A でお目にかかりましょう。ありがとうございました。